さあ、メイベント JW にて無差別級選手権試合は思わぬ形でのタイトルマッチとなりました。正規軍を裏切りました。この中島ありさが尾崎真由美にチャレンジいたします。さあ、こちらも先ほどの藤本司同様3本のタックのベルトを持って入場です。ここで中島選手として鳩の丸の引っ越しセンター関西の議長落合成彦様、辻悟様、辻早苗様より激励の花束の贈呈です。続きまして和田若い荒井康太郎様、荒井健二様より激励の金一封の贈呈でございます。続きまして王者尾崎真由美選手の入場です。さあ、中島ありさの裏切りにより全てが、狂ってしまいました尾崎真由美。しかし無差別級の至宝のベルトは、自分の手元にございます。まだ、ベルトは JYP に返しておりません。昨年の8月16日反則絡みでコマンドボリショイから強奪した JYP 無差別級のベルト、これを人質として保持し続けております。正規軍の尾崎真由美です。さあ、ベルトの価値をとことん下げるということで、この間ずっと持ち続けてまいりましたが、ちょっとこの試合に関しては意味合いが違ってくるでしょう。正規軍を裏切った中島ありさを制裁するべく登場いたします尾崎真由美です。オズアカデミー 3.26 後楽園でまさかの裏切り行為。さあ、入場は一人です。この後どうなるかは分かりませんが、今のところ入場は一人、傍らにポリスはおりません。いつものようにチェーンを携え、チェーンを守護神として入場してまいりました黒の尾崎真由美。ポリスが選手権試合に設定しまして、ブルースギタリスト徳永夏美夫さんによります国歌の独唱です。ご来場の皆様、国旗に向かいご起立くださいませ。
タイトルマッチ宣言。タイトルマッチ宣言。これから行われる王者尾崎真弓対挑戦者中島有紗の試合を JWP 認定無差別級選手権試合とします。立ち合いにレディースポーツ西部局長と申し込みます。 JWP 認定無差別級選手権試合30分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者130パウンド中島有紗。赤コーナー第26代 JWP 認定無差別級選手権保持者125パウンド尾崎チャンピオンベルトの返還です。おどこにある？投げしちゃった。忘れた。おい、あれあった。持ってきてなかったんですね、ベルトね。でスタッフが持ってきたんですけど、それを投げ返してしまいました。さあ、これに怒った中島が襲いかかり、開始のゴングが鳴りました。本日の名イベント、JWP 認定無差別級選手権試合30分一本勝負、チャンピオン尾崎真由美に挑戦者中島有紗。 JWP マニアックス2016 24周年記念大会のメインです。ああ、そしてそのベルトでオーダー、カウンターでかっ飛ばしました。そしてニコプロの引きのカメラへ向かって高笑い。もう一歩、ああ顔面、思いっきり唖然としている藤本司。あのベルトの硬い部分で今殴りましたね、顔面ね。人の顔を買おうと思っておりません、尾崎真由美。もう一発かっ飛ばす。センターバックスクリーン。尾崎さん、野球の才能もあったんですかね。そして巻いておりますね、一応。いやいや、流血している。今ので額を割りました。なんと開始早々から中島有紗流血に追い込まれております。これが正規軍のやり方か、これが正規軍の制裁か。やはり先ほどのベルトでオーダーされた時にどうやら額が割れた模様です。ざまあみろと言っております。いやー、裏切り者への制裁は核も非常なるものなのか。あっという間にこの白い中島有紗のコスチュームが赤く染まってまいりました。そしてベルトとともに踏みにじります。ベルトを踏みつけ、そしてチャレンジャーの中島も踏みつける。ちょっとこれおびただしい流血ですね。あ、そしてチェーンで今度は殴ります。さあ、中島も気合を出して向かっていこうとするんですが、それを嘲笑うかのようにチェーンでその傷口を殴っていきます。そしてこれは攻守系か。いや、公式系。これは公式系というよりも、あ、首輪をつなぎましたね。首輪をつなぎました。中島有紗を飼い犬状態にしております尾崎真由美。さあ、レフリーがこれをチェックいたしますが、尾崎もっと遊んでやれ。あ、まさかこれは公式。あ、ミスターポーゴバリの公式。いや、中島有紗は牛じゃない。
さあ場外に出てもまだ相手の首を絞めております。チェーンをはめ込み、そして相手を蹂躙しております。尾崎真由美あれ狂っております。そして椅子攻撃、これも傷口に的確にヒットしております。いやーやり放題ですね。とにかく手につかんだものは全て凶器として使用しております。いやーせっかくの純白のコスチュームが赤く染まっております。血塗られております。長島ありさ意を決し 3.20 小沢アカデミー後楽園大会で正規軍を裏切りました。しかしそのお返しがこういった形で乱打する、乱打する。先ほどまで闘志をむき出しにしていた長島ありさですが、今や完全にグロッキー状態、動きが止まっております。その中島を蹂躙する、場外に蹂躙します。ダブリ殺しとしております。さあ首輪を外しました。まだリング外で、これはお客様の傘ですね。いやビニール傘、どう安く見積もっても500円以上いたします。消費税込みで540円のこのお客様のビニール傘で喉元を締めております。尾崎真由美、さあこのセコンドの藤本司は当然これは中島ありさのセコンドということで、あまり近づくと尾崎真由美にやられかねません。パイルドライバーを狙うのか、血を逆流させてのパワーボム。このピアハートの象徴、純白のリングが散り染まっております。 JWP 女子のリングが散り染まっている。そして中島ありさの顔面も血だるま状態。噛みつく、尾崎が噛みつきます。まずいと言っております。人の血に対してまずいと言っております。誰の血なら美味しいのか。勝手に人の生き血を吸いながらまずい扱い。完全に中島ありさの動きが止まってしまいました。どうやら視界を奪われている模様です。血が目に入っているんでしょうか。視界を奪われている模様です。位置がつかめない状態、やられっぱなしですが、なんとかチェンジしようとする。うまくかわす、カサドーラからフットスタンプ。さらにテイクドロップキック。さあこの辺で闘志に火がついたか。さあ一度怒りに火がついたら止まらないのか、この中島ありさ。表情はグロッキー状態ですが、頭の中その気持ちは常に怒りが頂点に達しているか。怒りが中島を突き動かす、ミサイルキック。今の中島ありさを突き動かすのは執念以外の何者でもないのか。さあ徐々に相手に攻撃を加えております。ジャーマを狙うが、これ手に血が付着してるんでクラッチが握りづらい、滑る状態となっております。藤原アームバー脇固めに持っていきます。血に染まったこの純白のコスチューム。そして中島ありさ、ああやはり目の中を気にしております。やはり目に血が入るんでしょう。ものすごい形相だ。さあなんとか尾崎がまたしてもチェーンを手にします。もう一発。さあ飛びつき腕式十字固め持っていく。チェーンを握っているその右腕を腕十字に来て取りました中島ありさです。さあ尾崎は、あしかしニアロープだった。もう少しでサードロープに到達するが、まだエスケープはしていない。まだエスケープはしていません。腕意識十字固め伸びきていますがギブアップいたしません。状態を起こさんとする尾崎真由美。さらに絞ります、さらに絞ります。
大崎もなんとかロープに到達いたしました。左手がサードロープに伸びます。しかし中島ここはすぐに外しません。正規軍入りする前はこの尾崎真由美をとことん嫌っておりました中島理沙。その中島理沙がまさかの正規軍入り、誰もが驚きました。しかしそれは作戦でした。尾崎を欺くための作戦でした。さあ欺いた後に勝利はあるのか。テキーラサンライズ狙い、うわ張り飛ばす。尾崎もやります。ただの悪いだけではないフィッシャーマンバスター。左肩を上げます。中島理沙先ほどから苦しげな表情には変わりがありませんが、血の方はどうやら止まりつつある模様です。あとは目の中ですね。非常に先ほどから目を気にしております中島理沙。いや先ほどからチェーンの使い放題です。いくら使ってもチェーンはただ、ああ顔面思いっきり、レフリーがチェックするんですがそれを聞いておりません。拳に巻きつけてのチェーンを使ってのバックブロー連打からフィッシャーマンバスター。中島が返す。さあここは粘りどころです。中島理沙これで敗れてしまったら何のために正規軍に入り、そして何のために正規軍を欺いたか、そうなってしまいます。あチェーンまで赤く染まっております。チェーンまで中島理沙の血によって染まっております。もう一発フィッシャーマンバスター。今度は角度がきつい。 JRP のロゴの上に突き刺しましたがカウント2。かつてはこの尾崎真由美が、尾崎真由美もこの JWP の3文字を背負って戦っていた時代がありました。しかし時代は変わりました。今やこの JWP の3文字を血に染めること、これしか頭にありません尾崎真由美です。さあ今度はチェーンをどかしてのパワーボム狙いを着地する。ふらついた状態ながら DDT に持っていく中島理沙。コーナーにおぼろちするんですが、やはりちょっと動きが遅いので追いかけられてしまいます。なだれ式のブレンバスターを尾崎が狙う。なだれ式ブレンバスター投げっぱなす。粘ります。長島理沙が粘る。この粘りこそが JWP に対する思いなのか。さあ終わると宣言して尾崎くこれをディフェンスする。そしてこちらも喧嘩キック、中島理沙の喧嘩キックからコーナーに登る。尾崎が追いかける。これをエルボーの連打でなんとか崩し、その場のダイビングフットスタンプ。そして改めてもう一度いきます。成長ダイビングフットスタンプを狙っているのでしょう。ダイビングフットスタンプ。さあここは尾崎の動きが止まっている状態ですので勝機ではあります。さあ血がこびりついたその膝で2位を連打いたします中島理沙。裏剣これをディフェンス。ドラゴンスープレックス狙い、ドラゴン狙い、振り向いたところにエルボーを離す。さらにエルボー、左右のエルボー。尾崎の顔面も返り血で赤く染まってまいりました。さあ尾崎が返り血を浴びている。棒立ち状態、しかしかわす。バックハンドブロー、もう一発、3発目を放ちました。裏剣4発目止まらない。尾崎も止まらない。尾崎の戦闘能力も止まらない。さあとうとうダウンしてしまいました中島理沙だが、
髪の毛をつかみ強引に立たせますがヘッドバット。なんと血染めの顔面でヘッドバット。その額はまだ切れているはずですが、割れているはずですがヘッドバットを放ち自らもダウン。中島が捨て身の攻撃のヘッドバットを放ち尾崎がダウン、そして自身もダウンです。またしても右手にチェーン、おお、それで殴りかかる。おっとおっとおっと、中島の手にチェーンが渡ったと。中島がチェーンを拳に巻いてのパンチか、それともエルボーか。さあ鈍色の光を放つチェーンで2人が結び合っております。結ばれ合っている2人が闘志をむき出しにし、そしてドラゴンスープレックス狙うが、これをジャーマンで切り返す。すぐに立ち上がる中島ありさ。おっとレフリーが、あーっと赤いドッキリがレフリーに誤爆。これはレフリー不在の状態だ。パワーボム、レフリーがカウントを数えられない。これはどうする。レフリーが視界を奪われている状態です。うん、ドッキリが形としては裏目に出ております。尾崎真由美、せっかくホールに行きながらテッシー・スゴーレフリーがカウントを数えることができませんでした。強引にカウントを数えさせようとしますが目を押さえたままテッシー・レフリーが動きません。あ、これもホール、カウントは数えられません。先ほどの中島ありさがドッキリをかわしたことで流れが変わってしまいました。15分、いやいや、そんなことやったら逆に立てなくなります。レフリー、15分経過。払い背にレフリーの首筋にチェーンを投げつけましたが、さあレフリー不在のまま試合進みます。どちらも引かない。試合時間15分経過。尾崎のバックハンドかわす。おー、またしても当たったが、エルボースマッシュ。さあフォーリー行く。あ、3つ入った。エルボースマッシュから強引に抑え込んだ。ちょっとあぜんとした状態の尾崎真由美、負けたという意識はないのでしょう。しかしレフリーは確実に今スリーカウントを叩きました。最後エルボースマッシュ、エルボーバットです。さあベストフレンズの藤本司が傷口を見ておりますが、ダウンする勝者と立ち尽くす敗者。尾崎は何かしらの意思表示をするのか。15分36秒、中島ありさが勝って JWP 認定無差別級ベルトを奪回いたしました。第27代王者です。おっとっと、勝利者トロフィーを場外に投げ捨てようとする。ああ壊れちゃったよこれ。使えないレフリー扱い。勝ちアマチュアの方が私は思うんだよ。かわいいか。
私はお前マスクを破られてまだ何も借りを返してねえよ。やったないちゃお前はそのまま逃がすか。終わってねえよ。私はお前マスクを取られたらまだ買い返してねえんだよ。何がしてんだ、早く言えよ。7月24日ここコアラケンホールでお前展開シングルだ。このまま逃がすわけねえだろ。7月24日だよ。体重揃えてこいよ。私が黙ってるとでも言うと思ってる。お前、私は条件付きの尾崎真由美って言われてるんだよ。まだじゃやんねえよ。じゃあその条件でお前がやんないって言うかもしれないぐらいの条件出すよ。これ言ってた前、マスク剥がされてさ、あの5秒後にはさまたマスクつけちゃったりとか、そういうのマジだからな。すげえすげえ条件考えてきて、それでもいいって言うね。やってやるよ。いつも条件できるよ。やってやるよ。お前がどんな条件持ってきても明日を自分のプロレス人生をかけてでもお前倒さなきゃいけないんだよ。次回1月24日コアラケンホール、必ず私は尾崎真由美をこのリングに上げて、どんな条件があるのか必ず勝って、関連の裏で話したいと思います。中島、お前覚えてるか、神崎大会でよ、無差別のベルト挑戦させてやるって言ったらな。させよう。もちろん覚えてるよ。いつでも私の無差別のベルトに挑戦してこいよ。あの偉い人が置物状態されてましたね今ね。かわいそうに。勝利しました長島恵沙選手に認定証の授与です。長島認定証、多分この人いい人なんでしょうけどもね。あなたは後楽園ホールで行われた JWP 認定無差別級王座選手権試合において見事勝利しチャンピオンになられました。よってその栄誉をたたえ、ここに認定したとチャンピオンベルトを置きます。平成28年4月3日、立ち会い人、デイリースポーツ編集局理事長、進行、JWP のプロレス、そのままです。続きまして、チャンピオンベルト並びに勝利者トロフィーの授与です。ちょっと巻いてあげるというね、待たされた挙句にちゃんと巻いてくれるのがいい人ですね。来るぞ警部に似てるとか言われてますけど、あんまそういうこと言わないように、偉い人なんですから。
いやけどさっき の, 尾崎さんが森重さんに突きつけるというその条件が何なのかこれちょっと知りたいですね。これはねとんでもない条件になるんでしょうね。いやいくらなんでもそれは飲めねえだろうってやつを多分用意してくると思いますので、しかも7月の話でございます。まだ、期間は、かなりありますので時間をかけて考えるのではないでしょうか。尾崎さん、代表取締役社長兼最高経営責任者トイケ栄一郎様より勝利者賞柳屋アンツアブラセットの目録の授与でございます。何ですかね、ここで予想してみようって出てますけどね、目でピーナス噛むとかそういうやつじゃないですかね。負けたら ようやくこの無差別のベルトがあるべき場所に戻ってきました。今日24周年ということで25周年記念大会のメインに向けて今持っているこの無差別のベルト、そしてタッグのベルト合わせて4冠、このベルトをさらに増やして25周年のメイン必ず私が盛り上げたいと思います。自分がやっていることが正しいかどうかは分かりませんが、私は私の思う道を進みたいと思いますので、皆さんもそれを楽しみにしていただいて自分の思うように応援してください。今日はありがとうございました。はい、というわけでございまして JWP、無差別級のベルトが、まあ、ようやく、JWP に、戻ってきたという形でございます。ただし、巻いてるのが中島ありさと、一度はね、JWP の反旗を翻し正規軍入りしたということで、まだ、JWP 内で、まあ全幅の信頼を置かれているという状況ではなく、先ほども早速ライディン・ハガネ選手が次挑戦させろと来たということでございまして、まあ立ち位置的にはねまだこれからいろいろ変わっていくとは思いますけども、まあ正規軍入りしてそれを裏切ってでもこのベルトを JWP に奪回するという意思を持ってやった中島理沙がこうしてベルトを戻したわけでございます。はい、いやさっきね北斗見たって言ったら、実はさっき試合中見た時僕もなんか攻められて苦しげな表情してる時の顔が北斗晶対神取忍戦の時の、顔を思い出しましたね。やっぱりね、まあ、それぐらい迫力があったということでしょう、この中島理沙でございます。ですので今後はこの中島理沙の防衛ロードと、そしてコマンドボリショイと尾崎真由美が、7月の後楽園でどうなるかと、いった、その2本、2つのテーマがですね、今後、JWP の中で、展開されていくのではないかなと思われます。そんな4月3日の後楽園ホール大会でございました。リングを降ります新チャンピオンです。まあ、先ほどのマイクを聞く限りでは JWP のファンの皆様はもう、ね、中島理沙のことをもう、ね、受け入れている、ようなリアクションでございましたね。笑顔で血染めの笑顔ながら、